こんにちは、プロジェクトパック15ですね、プロジェクトパック15のデイ4をやっています。はい、で今日はリックさんの、R っていうね文字を書いてたんですけど、私は SHIE でやろうと思って、この CE でやっています。でね、私さらにミラーにしようと思って、こっち半分でこっちはミラーで書こうと思っています。なんでかというと、見てたらなんか万華鏡みたいだなと思って、四角の万華鏡ってどんなかなと思っていたら、ここでね反転されてたんでのが多かったんで、それでやってみようと思ってやってみます。で S は私もっと早くやろうと思ったのに昼寝しちゃって、どうでもいいけど、で解説っていうか、今日は緩い感じでやろうかなと思っています。ああ、よく寝ました。なんか日が暮れちゃうかもしれないけど、これが H で、で I はムーカにしようと思って、で IE なんか結構時間かかりますよね。だから2日おき1日おきなのかなと思ったんですけど、私それ全然その1日おきっていう情報をまたまた見落としててそこなのどこに書いてあったっけみたいな、しっかり毎日やるもんだと思ってたんだけど、ね、何時だ今40分。なんか最近すごい日没が早くて、これいいね、いいいいはなくちょっと可愛いいいにしようと思って、わかる CA って書いてあるのよ。でこれも反転しようと思って、私さっきで途中まで YouTube も見てたんですけど、なんか全然もう横でずっと喋ってる人いて、もう全然もう聞けなくてもイライラしちゃっても うるさいとも言えないし、ちょうどねうちの息子が自由研究のまとめやっててね、お母さん僕のまとめを聞いてとか言うから、あもう分かった、ちょっと静かにしてもらってたらさ、でも愚痴まあ可愛いんですけど、全然途中もう飛ばしで見て、おそらくリクさんだったんで R で書いてたんですけど、で何でもいいんじゃないかなっていう解釈です。皆さん自分のアルファベットとかでいいかなと思うんですけど、わかるって前川さんありがとうございます。いや全然子供に罪はないし、私もちゃんと答えてあげなきゃいけないんだけど、ちょっといつ私で、しかもなんかどっか連れてってほしいって、今日なんかなんだっけな、ブックオフに連れてってほしいって言われて、なぜならなんかこの前買ったゲームがつまんなかったから売りに行くっていうから、でもそんな何も宿題とかね、勉強宿題はほとんど終わってるんですけど、やることやってない子はちょっと連れていけないなみたいなこと言ってたら、なんかすごい本気で やってね終わらせたんで、私もさ言った手前連れてって言ってあげなきゃいけないじゃないですか、当たり前なんだけど。そんで
すごい暑かったから今日すごい疲れて、なんか車だったけど車もなんか全然エアコン効かないし、でなんか珍しくすごいいっぱいお昼ご飯食べたら、あ、今だけだよ、大きくなっちゃう、そうですか、分かってるんですけどね、夕方からずっと二人が喋ってます、聞いてないところ、そう、あ、そうなの、分かってるんです、あのね、可愛いんですよ、ほんとね、聞いてあげたいんだけど、なんか頭に入ってこない日あるよねとか言ってあ、何の話だったかな、私この前自分のライブで後ろの息子が喋ってるの全然聞いてないことが判明して、私も反省したんですけど、でも半分ぐらい意味のないこと喋ってる気がするんだけどね、っていう愚痴でした。はい、これが CA、 なんじゃこりゃって感じですよね。でここで順番にやっていこうと思って、ここはで軽く見たところで言ってたのが、あの最初なんかでいろんな色使ってなんか万華鏡みたいにしたいなと思ったら、なんかのリクさんがエレガンスオブリミッツである道具でやるぜみたいな感じだったから、そうっすよね、私もじゃあプロジェクトパックの中にあるものを使ってやろうと思って、あのプロジェクトパックのお道具でやっております。あれ結局あのブックオフ行ったらなんかすごい、この新品で買ったばっかのやつなのにすごい全然売れなくて、全然売れない、全然安くて買取額が、そんな額じゃ売りませんって返ってきました。でね、さっきメルカリに出したらすぐ売れた嬉しい。しかも全然3000円で買って買取額が600円だったの、安くない、ちょっと。でメルカリで2500円で売れたの、売れなくてよかったと思って、はあ、これみんな書いてます。でこれ4枚ね書いてモザイクするんですけど、ハローベリーハローで、あ、そうそう、で今日のはね R だけど R じゃなくてもいいと思うし、でフラックスを4つに書いてたけど、あれも別にフラックスじゃなくてもいいと思うし、もちろんあの4枚全部同じじゃなくてもいいよみたいな感じのこと言ってた気がします。私も全部見てないんだけど、でもあれですよね、皆さんワクチンも地域によってはね全部打てる方もいるけど、打てない、私の友達なんか東京都のあのなんとか市とかに住んでるんですけど、まだ打てないとか、あの予約取れないって言ってる方がいて、そんなことあるとか、もうちょっと早く打てたらよかったのにと思いますよね。あれですか、はい、でブラウン終わったんで次ピンクローズです。あのそう、基本的なタングルばっかでやろうかなと思って。これも一応クリセントムーンみたいなピンクで、ここはプランター、そう、これ私実はもう4枚目なんですけどだから、まあなんとなく手順はもう迷わずいける、しかももう 何分でかけるかをちゃんと測って、測ったんだけどすごい時間測って、ネイルとオーストラリアローズ、あ、そうそうそう昨日塗り直した結局あのシールとかシールをなんか私の買ったやつがなんかいまいちですぐ剥げちゃうやつだった、でなんか視聴者の方がねこれいいですよみたいなのを教えてくださったんですけど、なんか私が買ったなんかトップコートがすごい良くて、なんてやつか忘れちゃったけど、それ塗ると全然剥げないことが判明したんで、それでしばらく行きます、この夏は、この夏はピンク、うん、ピンクがここまで、
いいか、ブラウン。ブラウン。H。H にちょっと軽くインナーオーラ入れて。あ、皆さんも自分の名前でやってみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、別に、あれないんですけど、法則なしで。どうしてもこれやりたいと思っちゃったから、私これやってるだけで。皆さんは R でもいいと思う。キックさん相変わらずすごい丁寧に描いてて、見てて気持ちよかったですね。でもカラーがピンクとなんかオレンジだっけ、なんかリックさんっぽくなくて可愛い色だからさちょっと乙女カラーだよねでもかっこよく仕上げてましたね、なんか渋い感じに。あ、それプロジェクトパックの、あの昔のやつやりたいという方がいたんで、ぼちぼちね、いろいろ仕入れておすすめしたいなと思うんですけど、とりあえずブック系のやつをブックだけちょっと入れてます。あのノーミステイクのやつとか、あとなんだっけ、14のあの詩が書いてある、マリアさんの引用句が書いてあるやつ、あれを入れましたので、もしあのねブックがあるとすごくやりやすいのでね、あの結構もうだいぶちょっとなくなってきちゃったんだけど、まだありますんで、よかったら。でプロジェクトパーク15もはちょっと多めに追加したんだけど、ね、なくなっちゃったの、もう売れてしまった、売れちまったぜ。ここ、ごめんなさい、ここはムーカ、ムーカ尽くしとティップル。さあ、ちょうどね、あ、皆さんとかどうかわかんないですけど、夏休み延長になっちゃって、息子のね、本当は30日から始まるはずだったのが、2日しかね、延長になってないんだけど、なんか意味あるのかしらってちょっと思ったけども、本当に9月1日からですね。なんか子供もね、コロナになったら大変だし、私まだワクチンを受けてないんだよ、何か。やっぱ2回受けないと意味ないみたいで怖いなと思うんですけど、あとの家族はみんなもう受けてる。うちの旦那は基礎疾患があるからすごい早かった。うちの母ももうおばあちゃんだからね、働き盛りかなの私が受けてない。よし、予約取りません。あ、本当。なんかね、朝ね、ちょっと地域によって違うけど、うちは9時からなんですよ。で、私一回あの取り、なんだ、予約の開始の日忘れてたんだけど、次の日見たら空いてましたよ。ですぐ埋まっちゃうんだけど、結構あの予約なんだ変更する人もいて、そっか、予約取れない地域あるよね。そんな私は終わりましたね。予約取れません。いやー大変。なんだ京都はもう夏休み終わって今日の学校、まあでも感染者少ないしね。あ、少なくないのかな。少ないって言っても怖いよね。東京もうなったらおしまいですよ、ね、入院できない。でこの前もうちの周りすごいご老人が多いんで、あ、オレンジ、あ、オレンジの前にゴールド塗っちゃおう。ゴールド乾かないから、なかなか、そうそう、おじいちゃんおばあちゃん多いから、救急車よく来るって言っておかしいけど、まあね、具合は悪くなる方も多いんで、うちの斜め前のところに来たんだけど、結局ね全然出発しなくて、結局ね運ばれなかったのかもしれない。なんかそんな感じですよ。そんなことあっていいのかしらって感じだけども、
ちょっと分かんないけど、じっと見てたわけでもないんだから分かんないんだけど、あれなんか全然出発しないと思ったら結局どうなったんだろう。なんか一回去ってまた来たんだよねどういうことかしらと思ったけど、救急車の数も足りてないみたいだしね、もう誰が悪いってわけじゃないんですけど、まあ、大変な世の中でございますよね。そのゴールどのペンですか？あ、こちらですね、ジェリーロールメタリックって、ちょっと見づらいかな、見える？メタリックって言って、プロジェクトパックにね入ってるんですけど、私違う、日本ではね売ってなくてですね、これアメリカから取り寄せて私のお店で売ってます。ちょっと高いんですよ、240円しちゃうんですけど、すごいね色はいいですよ。なんかちょっとアンティークなメタリックゴールドみたいな感じで、日本で買うとね、キララっていうゴールドペンになるんですけど、細めのね、もうちょっと、キララも可愛い色ですけどね、この好みかな、好みですね。キララの方が映える場合もあります。結構キリッとした線なんで、結構ねこのメタリック1ミリぐらいの太さだからドロッとしてんだよね。私は好きだけど、ありがとうございます。素敵な色、あ、本当ですか？そう、素敵な色なんですよ。何でも聞いてください何でも聞いてください。いや、日が暮れる前に終わるかしら。よし、これでペンは終わりだ多分。まあちょっと後でちょいちょいと残ってるけど、あとシーリングで、シーリングね、ちょっと今日時間がないから、これこれは、おっと、これはね、コイっていうグレーのブラシペンなんだけど、ヘローヘローヘローそれでちょっとこの大きいところを入れていきます。もちろん鉛筆でもよくて、私1枚目2枚目は鉛筆で入れたんですけど、なんか時間計ってたら鉛筆で入れてると終わんないぞって思ったんで、この部分だけちょっと広いんで、ね、S を残してちょっとこうしたいわけですよ。これね、すごくね濃いブラシいいんだけど、これもね日本では手に入らず、よし、ここまでグレーでやって、あと鉛筆でやります。どっからやろうかな。あちゃこちゃやっちゃって、ちょっとこの私のこの3文字でやるとなんかシエさん大好きみたいな感じになっちゃうから、ご自身の、あって言ってもシエって呼べないから、まあいいですよね。C さんだったらここ C に書いていけますね。いや、暑いっすね。でもなんかちょっと暑いんだけど、なんか秋っぽい雰囲気になってきましたよね。なんか日が暮れるのが早くなったし、あとセミの鳴き声がなんかやっぱり変わってきましたね。つけつく帽子になってきたりして、ネイルかわいい、 ありがとうございます。安いネイルですけどマニキュアなんだっけ、どうやってんだっけ、ここか、あ、やばいぞ何がやばいんだここにどうやって入れたんだっけな、他のやつに、他にもね書いたのがあるんで、他のと揃えたいんだけどさ、すっごいうるさい下の階で
なんか今近所のお兄ちゃんが、近所のお兄ちゃん全然密のままなんだけど、兄ちゃんが来てる。最近ジェーンタイムに興味始めて、とっても楽しそうですね。あ、本当ですか。夕焼け声聞こえる。そう、5時になったらなるんですよ。なんかね、あの時によっていろいろ放送が変わるんですけど、今日何もなかったですね。なんか皆さん5時になりましたみたいな。で、なんか子供たちがね、お家に帰るからみんなで見守りしましょうねって言ったり、この前までのコロナの感染対策でしたね。今日なかったな。あとは何だろうな。あと何があったかな。そうか、ジェンタングル興味持ったら、ぜひ、そうだな、101だとちょっと結構長い、壮大なクラス編成になってるんで、ラキッドがいいかな。ラキッドのあのやつだと、あの基礎がなんとなくね、ちょっと駆け足なんですけど、あの知れて、もっとやりたいと思ったら、あの違う先生の受けてもいいし、うん、いろんなね先生のクラスがあるんで楽しいですよ。もうめちゃめちゃ楽しいですよ。ハロミー、何急にライブ中にフォローミーとか言わないでほしいんだけど、まあ、いいや。そしてここですね。ここは私、ここなんか最初色鉛筆とかで塗ろうと思ったんだけど、あのリックさんがの制限の中の美しさ、エレガンスオブリミッツって言ってたから、あるものでやろうと思って、あるものあるものでやります、ね、ちょっと全体がやりませんよ、楽しすぎてね、各妖怪になっちゃうよね。よし、ゴールド。変態になれますよ、ね、押しかけたぞ。あ、サイン忘れてるけどね。だーだー、なんかちょっといろいろやってみたんだけど、これが一番綺麗だったから。おー、ビューティフォー、センキュー、ありがとう。仕事中の電話中も気がつけば書いている、なんてこと。こんな感じ、終わったぜ。サイン忘れたけど、こっちも綺麗。なんか似た感じになっちゃったんだよね。ちょっとそこが反省なんだけど、まあいいかなって感じ。そこの三角形に分けると、なんかあれですね、万華鏡度がさらにアップするんで、これも綺麗ですね。綺麗ね、万華鏡みたいでしょ。万華鏡なんか六角形じゃなくて四角でも、でなんかそういうのもありそうと思って、でちょっとね、まあちゃんと計画しないでやっちゃったから、まあいいでしょう。こんなもんで、シエという文字からできた。みんなもやってみてください。あ、みんな見てくれてたのね、ともかさんもそうなんですね。これが一番好きだから、これでサインどこに書こうかしら。日が暮れる前に終わってよかったわと思って、ゴールドの上に入れようかな。 I love you、 あ、 ありがとう、 Thank you so much。 はい、楽天満点どうもありがとう。誰なんだろう。というわけでやってみます。あ、ね、これだと CA さんになっちゃうんで、TOMO とかね、ホイップクリームみたい、オレンジのホイップクリーム、あ、ここなんか何も考えずに書いてたね。なるべく簡単なタングルで書こうと思って、そんな難しいタングル書かなくてもね、
あのちょっとストリングが複雑でちょっとキュッとちっちゃくなっちゃったんで、簡単なタングルで埋めました。ファンタスティコ、ファンタスティコかわいい。Thank you。 はい、というわけで、今日のライブちょっと駆け足でしたけれども、ジェンタングルプロジェクトパーク15の、4日目かな、4回目っていうのかな、うん、4回目でした。ではまた会いましょう。 See you again. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.